ローレンツくん、大活躍だったわね。助かっちゃった。何、僕にかかればどうということもない。危ない場面もあったが、それも経験だ。頼もしいな。ローレンツくんみたいな人が味方にいるだけですごく安心できるよ。まあそうだろうね。いくら腕力に優れてもショーとしての資質がなければ活躍はできない。判断力に優れ、臨機応変に立ち回れる僕のようなものがいなければな。うんうん、本当にそう思うよ。じゃあさ。ん？なんだ？弱っちい私は後ろで応援してるから、次も私の分まで頑張ってね。いや、それはさすがに毎回だと体力的に。そうだ、ローレンツ君の活躍、実家に送る手紙のネタにしちゃおうかな。何？それは父上と兄上に送るものか。そうだよ、たくさん手紙を書かないと兄さんに怒られるから。でもそんなに書くこともないし、次も何を書こうか困ってたのよね。あ、でも迷惑だよね、勝手に手紙に書かれたりしたら。いや、迷惑なものか。君の兄上は同盟屈指の優勝じゃないか。その兄上に僕の名を覚えてもらえるなら、こんなに光栄なことはない。じゃあ次に活躍してくれたら書くね。活躍できなくても書いてもいいけど。この僕に心配など無用、最高の活躍を見せようじゃないか。ついでに手紙に書くときはローレンツ君ではなく、ローレンツ・ヘルマン・グロスタール君と書いてくれたまえ。グロスタール家の評判を上げるまたとない機会だからね。ローレンツ君って面白いな。この肉うんめえ。妹にも食わせてやりてえな。ラファエル、そこで何をしているのですか。ま、肉食べてるんだ。おで、野菜より肉が好きなんだ。そんなことを聞いているのではありません。ここは食堂ではないのですよ。面白いこと言うな。そんなことくれ教えてくれなくったって分かってるぞ。食事は食堂でするものです。それに立ったまま食べるなど見苦しい。そうか、じゃあ座るか。よっこれ。話が通じません。ならばせめて皿くらいは使って食べなさい。いや、皿なんて今持ってねえし。几帳面だな、イングリッドさんは。あなたがだらしなさすぎるのです。ラファエルは騎士になりたいのでしょう。あなたは騎士というものをなめている。騎士とは幼少から相応の教育と教養を。なあ、ちょっと待ってくれよ。とにかく食っちまわねえと話もしづれえし。ああ、そんなに汁を垂らして。食べた後きちんと掃除してくださいね。イングリッドさんはきちんとするのが好きなんだな。別に私だけではありません。騎士とはそういうものです。そうか、きちんとすりゃ騎士になれるんだな。それならおで、きちんとすることにする。すみません、言葉足らずでした。それだけでは騎士にはなれません。そうなのか。じゃあおで、きちんとはやめる。どうしてそうなるのです。本当に話が通じない。あ、先生、頼まれていた地図が。
また今度にしよう。イグナーツ、あんた先生に用事があったんじゃないの？え、あ、いえ、急ぎの用じゃないので。気にかけてもらっちゃってすみません。もしかして僕のために話を切り上げてくれたんですか？私がそんな気を使う性格に見える？あんたじゃあるまいし。こっちの話が済んだから教えに来たんだよ。先生に弓のことで相談してたんだ。弓の？何か問題でもあったんですか？最近修理に出る弓の数が多かったから、試しに鶴の素材を丈夫なものに変えたんだよ。そしたら壊れる数は減ったけど、弓を引くのに力がいるようになっちゃって。それは大変ですね。使い慣れたものの方がやっぱりいいんじゃないですか？まあ力がいるってだけなら腕力を鍛えればいいだけなんだけど、構えに時間がかかって速射できない、飛距離も出すぎる、この2点が問題だ。早く入れないのは問題かもしれませんけど、飛距離が出るのはいいことなのでは？それが開けた平地では利点にもなるが、短距離だとむしろ命中率が下がるんだ。だから戦場の地形に応じて鶴の素材は使い分けた方がいいのかなって話よね。なるほど、とても分かりやすかったです。レオニーさん、弓に詳しいんですね。まあね、漁師の村で生まれ育ったから、小さい頃から弓は身近な存在だったんだよ。誰にも負けないとまでは言えないけど、腕に多少の自信はあるかな。あんたはないの？誰にも負けないものとかさ。僕にはそんなものは。そう？ま、そのうち見つかるといいな。そうですね。痛かったでしょう、ドルテ。蹴らなくても走れるのにひどいわね。下手な人を乗せるのは大変よね。今日はゆっくり休んで。よう、マリアンヌ、そこで何してるんだ？いえ、何も。誰かと話していたようだけど、無口なあんたが珍しいな。ところで今手は空いてる？何の御用でしょうか？手拭き用の布や石鹸を買い付けに行くんだが、女子どもから注文が多くてさ、やれ可愛いのがいい、やれ香りがどうのと。私はそういうのは疎くて。手拭きは歯切れだし、石鹸も古い油で作る。それ以上のことは考えたことないんだよ。はあ。あんたは持ち物の趣味がいいから、そういう目利きもできるんだろ？もちろん手柄はあんたって話にするから、あんたの評判もきっと上がると思うよ。私そういうのはいいので。そうか？まあとにかく付き合ってよ。何かお礼はするからさ。でもあまり修道院の外に出ないよう父から言われているので。そんなの分かりゃしないよ。たまには外の空気吸った方がいいって。いいんです、私じゃ多分お役に立てませんし。私なんかが選んだものを渡されたら嫌だろうし、選ばれたものもかわいそうです。レオニーさんだって私なんかと一緒にいたらきっと不幸に。はあ？私は一人でいた方がいいんです。ちょっと待ってよ、マリアンヌ。さっきから聞いてれば、あんたと一緒にいるだけで不幸になるだって？そんなわけあるかっての。私が嫌いなら嫌いってはっきり言ったらいいじゃないか。しつこく誘って悪かったね。もう誘わないから安心しな。あ。はあ。
リシテア？って、あんた顔真っ青だけど。朝からちょっと体調が悪かったもので、でも、もう寮に戻るところですから。そんなんで寮にたどり着けるのか？仕方ないね。私がおぶってあげるよ。おぶっ…いえ、そんな…それじゃまるで子供みたい。出たな、リシテアの子供扱い嫌いが。そんなこと言ってる場合かっての。ほれ。うん、だいぶ気分も良くなってきたので、もう大丈夫です。ありがとうございました、レオニー。あの、私重かったですよね。どうってことないよ。あんたをおぶって、むしろいい訓練になったさ。訓練ですか？普通に歩くより誰か背負って歩いた方が足腰の鍛錬になるだろう。リシテアは重すぎず軽すぎずちょうどいい。またお願いしたいくらいだよ。考え方次第で何だって訓練になるからね。今回もあちこち鍛えられて儲かったよ。レオニーはいつもそんな風に何事も訓練なんてやってるんですか？訓練だけに時間が使えるわけじゃないから。ついでに訓練ができるなら効率的だろ。非効率じゃないですか？ん？そうか？持久力強化なら走り込みをした方がいいし、鍛えたい部位に合った運動があるでしょう。ついでにやる訓練なんて相応の効果しかないと思います。それくらいのこと鍛錬に詳しくない私でも想像できますけど。そういや、あんたはいつも時間の使い方がきっちりしてるよな。時間を決めてビシッと集中してやって、終わったらさっと頭を切り替えてさ。そうでしょうか。考えてみりゃそっちの方が効率的か。そうかもしれないな。いいこと聞いたよ、リシテア。ありがとね。あ、レオニーは私のことをおぶって寮まで送り届けてくれたのに、私偉そうにあんなことを。レオニーは褒めてくれてたけど、なんかモヤモヤする。さて先生、
ここが九段の塔らしいぞ。塔って割には随分とでかいな。かつての戦争の名残ってやつだな。賊のくせにまあご立派なねぐらを見つけたもんだ。あ、いや、盗目のマイクランは元貴族か。知っててもおかしくないのかもな。数百年前、この辺りは攻め寄せる北方の民を迎え撃つ要所の一つだった。この塔は当時監視と防衛のため建てられたもの。攻略には骨が折れるだろうな。ギルベルトさんでしたっけ。さすが王国出身、お詳しい。あ、そうだ、せっかくだし少し質問してもいいですか。ああ、構わない。私に答えられることであればな。ギルベルトさんは破裂の槍ってのを見たことがあるんですか。かつて現物を見たことがある。立派だがどこかまがまがしい槍だった。ゴーティエ辺境伯によればマイクランはその槍で多数の追手を返り討ちにしたと。紋章のないやつでも使えるんですか。聞いてた話と違うな。一方で先生以外じゃ紋章を持ってでも使えない天帝の剣もあるし、先生が特別なのかもしれないな。この戦いも期待してるぜ。ならその天帝の剣を俺が使えるようにしてくれよ。俺が振るうとただの硬い剣だもんな。一体どうなってるんだか。おっと、雨が強くなってきた。さっさと片付けしまおう。僕の気配が濃くなってきた。そろそろ最上階なのだろう。こんだけ登ると戦う前にバテそうだぜ。まあ大雨の中で戦うよりはマシか。僕の出番のようだな。行けます。ぼちぼち動くか。私に任せてください。焦らず戦おう。さあどうするんだ。お手に行かせてくれよ。私ですか。私ですか。疲れさん。
部ができたね。お頭が危ねえ。野郎ども急げ。開花から新手の敵か。背後にも気を配らねばならんな。と思ったか。この時を待ってた。じゃ、またな。負けられんからな。
出るぞ。あいつらを挟み撃ちにしてやれ。なんと、隠し部屋に賊が潜んでいたか。この経験は糧になる。
すがは僕だな。運じゃない、必然さ。その身で学んで、賞賛はあったよ。まだまだ。無事に勝てましたか？頭も使われた。真理か、ぬるい。ヒルシクラッセを甘く見たか？甘かったな。勝てると思ったか？この経験は糧になる。お疲れさん。
様らも俺から槍を奪おうってのか。こっ、やっ、ガキの分際でやるじゃないか。相手と戦うのは初めてじゃな。わしの話を心して聞け。なんてこった、英雄の遺産ってやつにはあんな物騒な力も秘められてるのか。もう敵も味方も分からなくなってる。かわいそうだな。早く終わらせてやろう。
助かった。体が崩れてる。中からマイクランと槍が。なんとか倒せたな。槍を回収して修道院に戻ろうぜ。